ったりとか全部ね、あの何ですか、5センチくらいを全部削っとったんです、はい、全部落ちたこれ周り全部どうなっても全部除染をされたあんなしましたで、これも全部変えたんです、アスファルトも全部ね、あそこも何ですか、あの下水もあそこも全部やったんです、それは全部除染も全部やったんです。俺がしっかりと守ってくれて、あ、私も感謝してますもん。建てて40年でこれや危ないな、これ完全にこれ潰れたなと思ったらもう頑丈なんですね。頑丈なんです。あ、学生数がすごく減少傾向になります。特に去年ですね、原発と放射線という問題が生じまして、その以降からは劇的に減少しつつあります、うん、ということは、まだ原発の問題が放射線という問題がまだきれいに解決されてないという、だからお父さんはこっちで商売してしてるから、でお母さんとね、子供さん、お子さんってあっちのね、他の県の朝鮮学校に転学するということなんですよ。日本の学校の場合は小中というのは義務教育ではただですけども、はい、朝鮮学校の場合は無料じゃないですから、うん、授業料と全部頂戴してますから、それは学生数が極端に減っていくということは、引いて言うと学校の運営が厳しくなるということですね。でこういう財政問題をどうやって解決していくかという問題、そうすると今まで行政助成金とかいろいろ福島県の場合は他の県の場合はそのカットカットと言ってますけども、でも、まあ、去年の場合は行政は請求通りに、助成してくれました、うん、この会社はすごく感謝してます、うん、なんですか、この朝鮮学校の大きな学校を維持するのは相当大変なもんで、うん、だから府警さんとか OB の方とか、うん、いろいろな日本の方々にまた朝鮮学校をいろいろな角度で支援する運動を、うん、はい、いろいろな方面で推進していきたいと、うん、え、飲んだろ、音しろ、そうね、タッチであんたろ飲むかあふどうせに言ってもはやうっちませんよ、瞬間から飲みます。あんでちょんまん、さあはんじゃん。